ょっと行きますよ。あ、なに、そこも取れ高みたいな。あ、なんでそういうこと言っちゃうの。はい、じゃ あここ編集点じゃないの。さっきのとこ。え、そうだよ、わざわざ入ってきたよっていうところの。だってもう私ここに入ってんだからさ。いや、一応映り込んでるやん、あれ。切れ目でした。うまくいってるか分かりませんけどね。どこにつけてる。おー、そこね。そこね。遠くない。わかんない。なんかバスケさんが、うん、この間 YouTube 見てたら、うん、その画期的な車載カメラの映像だなと思って、うん、いや、バスケさんの画角すごいいいなと思って。いや、バスケさんセンスあるよね。え、ほんと私も思った。画角に関してはすごいすごいなと思って。え、その画角に関してはてんてんてん、じゃあ何はみたいな。違うよ、一句だから音音私ないだから耳がほら多分遠いからさ、気になっちゃうみたいで。この間からそれすごい言ってるよね、うん、音の調整が。バスケさんに伝えられてよかった。反映してくれるかはわからないけど。言いたいことは言った。でもバスケさん、あの、うん、あれだもんね、カメラ買ってたもんね、そもそも。そう、音じゃないんだと。そこがあって、うん、映像綺麗だもんね。そう、今のところ満足だよと。今のところっていうか別に十分満足じゃん。そうそう、いや、そのマウントがすごいなと思ったのは、うん、その助手席のこのヘッドレスト の首のところの根元に、はい、あのこうガッてくっつけて、うん、そこからあのマグネットで、今 iPhone ってマグネットマウントできるから、うん、それを使ってこう iPhone を簡単にこう車にマウントして、そこから動画を撮るっていうのがもうめっちゃすごいアイデアと思って、早速パクらせていただきました。素晴らしい。まあ、ちょうど野球が終わるところ、やってる最中、やってる最中か。そう、ということで、この新アングル車載カメラでお届けしようと思います。ただ声がね、どのくらい撮るのか分かんないですね。もしかしたらここに別撮りしてないと。それこそ声じゃない。うん、それこそね。声張った方がいいよ。やる気だね今日。じゃあ私張れないから、私張らないから。なんで？張ってくださいよ。いや、もう普通疲れちゃったなと思って。体力もそう。ネズミさんの笑い声と普通声のこの、うん、あれがでかいから。周波がね。急に笑う声、ひゃ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 みたいな。しょうがない。そしたらさ、なんかうちの妹と同じ笑いだったんだと。全く同じ笑い。しまった、うん、どっちが引っ張られてんだろう。元から？全く同じ笑い声で。一緒だった。去年。なんで2回言うの？いや、改めて思ったから。いや、声も似てるんだけど、だから妹、だから去年妹と喋って、あ、これなんだって思ったもん。うん、すごい特徴的でしょ？うん、変な笑い方と思って、ああ、そういえばと思って、ひゃひゃひゃみたいな。うん、ね、それ笑い方と思ったら、自分もそうだったんだ。え、どうしてなんだろう。どっちが真似したんだろう。たまにさ、ビデオチャットとフェイスタイムみたいなのさ、うん、話してるところとかでもさ、うん、もうあれどっちだって思う時ある。いや、だからね、電話ね、昔ほら家電だったじゃない。だ、どっちかわからないって、あれだったの、有名だったの。加えて母親もね、うん、母親でもちょっとあのイントネーションがあるから、うん、そこはまああれなんだけど、私と妹は完全に一緒みたいで、うんうん、なんかたまに妹の友達からがもう話、妹手で話しかけて、あ、私あの姉ですっつって、あ、間違えちゃった。もう撮った瞬間に、そう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 、あっちもあるみたい。お姉ちゃんの友達間違えられたんだけどとか、うん、そう。でも一回みんな間違えるともう警戒する。警戒するから、どっちですかとか、あ、私とか、あ、確かに。
昔はすごいね、家電をシェアしてたから。そうだよ、取り間違えるって。そうだよ、しかもちょっとあれで呼気とかあるから、両方取ってと両方で喋っちゃうみたいな。呼気ってさ普通に盗聴できるじゃん。そうされてた。なんかうちと父親から盗聴されてたよ。なんか怖くね、なんか怪しいやつからかかってきてると思ったら、なんかちょっと待ってと思って、こうそろーりそろーりちょっと待ってねって置いてみたら、コキで聞いてると思って、ちょコキで聞いてるからまたね、あなんかもうまたねとか言って何聞いてんの、聞いてねえとか言って聞いてるの知ってんだよ。そういう時代知らないよねきっとね、若者今の人たちには想像できないし、もうあれだろうね、大変だよ、問題だよね。そんなことされたらもう大問題、大問題だよね。コキの仕組み適当と思うね。ねえ、両方で聞けちゃうっていうね。セキュリティも何もなったもんね。そうそうそう。それでいいんだろう。ねえ。面白いね。そんな時代でしたよ。ねえ。もうなんかあの時代忘れちゃったね、もうね、そんなね。ねえ。人ってすごいね。いや、あの頃だってまさか一個人に一電話になるなんて思いもしなかったからね。すごいわ。ポケベルとかやる。ね。でも今もなんかポケベルって仕事とかでは使う人いるんだよね。あ、そうなんだ。なんかその便利だよね、シンプルで。そう呼び出しの今でいうモーティフィケーションみたいなもん。いきなり携帯に、あ、PHS かな、一回 PHS が来て、あったよね。 PHS は結構好きだったんだよね、音が良かったから。私でもなんかいまいちその時からも携帯と PHS のなんか差はすごいこう分かん、あんまりよく分かってなかったから。 PHS の音良かったね。あ、なんかね、入り電波が良くないみたいな。そうそうそう、だってあの近いところしか行かない。うん、そう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 、だからもういきなり携帯買っちゃった。ある意味今で言うなんか Wi-Fi が入るところだけで話せるみたいな。そうそう、思い出した、そうだよね。そう入るところなんか制限があって、そうそう、ちょっと不便だなと思って、だからちょっと待ったんだよ。携帯がもうちょっといい感じになるとかね。だから2つ折りが欲しかったから。そっからなんか。なんか二つ折りのやつが出て、それ買ったんだね、いきなり。そういうの興味なさそう。いきなり興味持ったの。そう、興味なかった。だからポケベルとか、なんでいちいち、それこそあのポケベルってさ、あれでしょ、あの公衆電話まで行ってこうピピピピやってんの。ああ、そうかそうか、ポケベルって、うん、あれ自体から送れないんだっけ。いやー、なんかね、私のイメージはなんか公衆電話で打ってる友達のが今思い出したけど、ちょっと進化したのかな。その、まあ、俺も使ってなかったからいまいち分かんないけど、あれ確かに電話で呼ぶんだっけ。なんか13、なんか記号で、例えば13が赤とか、なんかひらがなのか、あれ数字とあれでこう、はい、なんかやるんだよね。そうかそうか、うん、なんか今行きますもん、なんかすっごい早いピピピピピピピって、はい、まあ、公衆電話はどうだったんだろう、なんかちょっとあの打ってくるねとかしてピピピピやってて。そうかも、そう考えたらすごいね、うん、受け取るのはまあどこでも受け取れるけど、そう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 、送れないもんね、確かに。そうなの、なんかあのちょっとね小型のやつだったかな。でも一時すっごい早さあれだから、高校かな、大学、私の年中大学の時に乱れで、なんか あそこに情報量を詰め込むための、うん、あのノウハウがすごいありそうだ。そうそうそう、すげえ能力だなと思って、なんかいろいろな、うん、だから圧縮アルゴリズムですよ。そう、電話はいつかは欲しいと思ってた。お金がなかったから電話、ポケベルは
ないなと思って、 PHS も限られてて嫌だったから、なんか多分携帯が進化するだろうから、それを買うためにバイトしながら待ってた。だってプライバシーがね、家電で盗聴されるのが本当に嫌だったからあれは本当に設備が、いや絶対買うと思って一個人でも超いいじゃんと思って、でもなんか絶対反対されるから盗聴できなくなっちゃうじゃんからそんな盗聴に命かけてないでしょ。でも本当すごいんだって自分がお父さんの心配性じゃんそれ本当。なんか母親もだよ、母親もなんか母親は心配っていうより興味本位誰とさ何喋ってるかしらみたいな、なんかプライバシーで、ね、あの人とはなんか知り得ない情報とかしてるのやっぱり盗聴してると思ってえなんかさ何々とってとか、え私そんな言ったっけみたいな、あこれなんか分かんないけどみたいなバレてんだよ盗聴してるの。親もスイーツマンいや聞いてたらやべえな溜まりきってるよね楽しみにしてるねって言ったらやべえ死んだねやべえ、じゃカットしといてくれサブチャンネルがアップロードしてあ、じゃあ大丈夫かもサブチャン知らねえと思うからさすがにやべえ絶対怒られる、してないってあくまでガチで怒られそう嘘言うなみたいな風評被害になっちゃうカットしてね、マジカットサブチャンで行きますあ、聞けなんかあれだよね全然ねあんまりね、みんなそういうのに興味無関心だよね、無関心だよ、みんな自分のことに精一杯な人だいいねはい、今日どこ向かうんですか、急に。急にだね、本当確かに急になった。いや、なんか寒いから、サンフランシスコ寒いから、あったかいとこ行きたいね、夏は。なんか南行きたいけど、でも南さ、無印行きたいなと思って、無印。で、なんかもう、閉まっちゃったみたいで。南も全部、全閉店みたい。あ、何も、全店舗全撤退みたい。なんか私勘違いでユニクロが一部やってる、南でやってて、まあ、でもユニクロどうかな、無印行きたかったからなと思って、うん、しょうがない。 で現代の無印であるヘイに、おお、うまいこと言うねそうそう、なんか雑貨ちょっとゴミ箱欲しいなと思って、なんか机にずっと、おお、こいつ危な、してる人見たくなっちゃうんだろうね。見てるよね、睨んでるよね睨んでるよね、どういう人かなっていう、なんか納得したいんだよね。私むしろ見ないようにする、見てるって思われたら嫌だなって見ないようにする、いやでも気づかれてないと思う。え、見たら見てるよ本当、うん、であそういう時必ず今度助手席見るの、なんかあいつ見てんぞお前みたいないや私やめてと思ってそれも流れから言うと、あ、そう、ドリキンが見る、で時間差であっちが見る、でドリキン気づいてない、で私見てるそしたらあっちの人お前の運転手見てんぞ見るで私怖いから目さそらすっていう感じなのに、あ、そんな、うん、何連鎖が行われてる、 それね、日常の
あの YouTube 撮ってる時もそのあれがあるよ。あ、そう。ドリキン撮る、後ろから人来るで通りたい、ドリキン気づかないで、横の私に目でなんか訴えてくるで、私すいませんっていうでドリキン撮りたいみたいよっていうで、おう何みたいな、で、あ、どうぞどうぞって私が誘導するみたいな。なんで私誘導係なんだろう。すごい全方位的にみんなをディスってくるよね。どういうこと？家族の同情をばらしたり。どうしたんだろう今日。めっちゃ心がすさんでるのかな。日頃の鬱憤が。盗聴はなかったかも。今さら。無理やり。なかったことにしてますね。だってマジで怒られるもん。ずっと怒られるから、本当にカットしてね。いや。本当に怒られる。カットしようがない。これ、そしたら全カットで。衝撃。なんか、絶対 LINE に来る。どういうこと？違うよあれっつって。そういうんじゃない、そういうんじゃないっつって。時効でしょ。そうだよ、そういう言葉。今となっては、でもそうだから携帯が出た時めっちゃ便利だったけど、携帯持ってたでしょ。あ、そうか、持ってたか。さすがに。いやいや、でもやっぱりあれだね、気づいたんだけど、で去年買ったじゃない、あのスマホだ。てか iPhone ね。 iPhone ね。なんでそこで iPhone って言わない。分かんない。なんだったっけね、その iPhone 12でしょ。 iPhone 12 を買って、でまあ一通り教えてあげてさ、そのテキスト、いやテキストの素晴らしさがいいね。いやだからさ、今まで携帯持ってたけどガラケーだったからテキストも打てないし、そのビデオチャットとかもできないじゃない。なんかそう、それだけで結構トラブルがいろいろ防げたっていうか、あのなんか例えばなんだっけ、ヨガでオンライン撮れるようになって幅広がったりとか、あとなんか妹とあのテキストでコミュニケーション取るから割とスムーズになったっていう、そのいちいち電話しなきゃいけなかったのが多分お互いストレスだったみたいで、それがその、ね、テキストで送れるから自分たちの時間がの時もできるじゃない、当たり前だけど、そういうのができるようになって、いや改めてやっぱりうちらは当たり前のように使ってるけど、その初めて使う人の見たらすごい便利なんだなと思って。チャットがもうパソコン通信の時代、チャットしてる人はキモいって言われてたのに、ようやく市民権を得るまで20年かかりましたね。あ、そうなんだ。だってこれ昔はさ、パソコン通信してる人オタクみたいなのあったじゃん。そうだね、でもさ、昨日、あ、言っていいの？え？あのオフ会の、はい、ギャザー、はい、あれとかさ、いや新しいなと思って。いやあれは進化ですよ。いやもうなんかね、最初ちょっと慣れてないからいろいろうろうろしたり、操作のところに興味を持ってたんだけど、そのうちなんかね、ああいうアバターっていうのとこうなんかいろいろ動き止めてなんかこうお話ししたりとかするその様とかがなんかちょっとリアリティがあって、そうそう、だからやっぱり行動はなんか重なるんだなと思って、あのいやなんかやっぱり、あれはすごい進化だなと思ってて、そのビデオチャットって顔と音しか聞こえないから、なんかそれはリアルにはかなわないなっていうのはまあみんな想像できてたじゃん、やっぱりその顔と
常に顔相手の顔アップで見て喋、うん、り続けるのは難しいなって思ってたけど、うん、じゃあその先やっぱりリアルに追いつくには、うん、VR でなんかもっとリアルになんかリアルな世界にみたいなのを構築しなきゃいけないよねって思ってたけど、うん、あんなこうアイコンのさなんかファミコンの絵みたいなアバターに、うん、その自分の存在を投影することで、うん、すごい情報量が増えたわけじゃん。いや本当あの動きだけでちょっと、うん、あの最初は気づかなかったけど自分のパーソナリティが出るよ、うん、そうそう自分が いたい居心地のいい場所とか、うん、なんか私こう部屋に入るんじゃなくて外にいたがるんだけど、まあ、結局一緒だと思って廊下にいたい人とかあとなんかあの座ってソファーに座ってくつろいでる人とそうなんかガチャ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 動いてるのとかもそうやっぱりなんか出てるよね出てる私もまさにそうでなんかとりあえずこう場を把握したいから一回こう見てとかさ、うんうん、すごい出てる、ね、あれはねすごい発見だと思うね、ただあれってでも私陰キャラと陽キャラ私割と陰キャラちょっとね疲れちゃってもう疲れちゃった早々にもういなくなんかいや別に早々長く やるもんじゃないからいや十分長くやってたと思うけどあそう30分1時間話したら十分でしょだって、うん、そういやなんかオフにはしてなかったけど割とでもあれ何トイレ行ったりとかあれしてたから実質10分とかかなだからそういうぐらいで軽く常にそこにいるけど、うん、別に話す会えなかったら会えないし、うん、なんかタイミング合えばちょちょっと話せるよっていう環境をみんなが作ればいいんだと思うやっぱり、うん、まあそこら辺はこう慣れとかも出てくるから、うん、俺のこの人これ待ってんのかなこれヒュッて入ったら怒られるかどれあっちなんか開いてない行ってたら、あ、あそこ行ってそうだけど、ね、あそこ行ってそうだよね、うん、この人どこ持ってんのこれ入れたら怒られるどれこの隣の、うん、スバーの人でもあそこ開いてんじゃないのあれダメなのこれあ、これなんて書いてあるのコンパクト、うん、これ行けた、うん、だこれ入れんじゃないのと思ってはい、ということでちょっとうまくいったかわかりませんがあったかい全然違うね、うん、おいしょどうだろう Yeah, such a club And I'm such a club